はい、どうも、やってまいりました、スバタです。今日はね、まあ雑談中いうことはね、まあ雑談っすわ。うん。あ、そう、これ。もう冬になるといつもこれなんだけどさ、これ。うん。何とは言わないけど、この、アナルと雪の城。うん。アナルと雪の城のね、これを。もう冬定番。うん。別にかぶれてるんじゃなくて、ね。単純にこれが安く売ってたから買いました。うん。別に好きってわけじゃないからね。うん。正直にあっちのキャラクターってあんま好きじゃないんだよね。なんというかな。まあ、なんだろうな。三輪明宏さんが言ってたじゃん。なんか、あっちのキャラクターってグロテスクで全然可愛くないわって。うん。なんか、荒井ちゃんの方が可愛いって。ああいう感性は向こうの人にはないのかしらね、なんて言ってたけどさ。まあ、確かにそうだよね。うん。俺も正直、この手のキャラクターで抜いたことないですね、俺。うん。やっぱ、ね、アナルと雪の城に出てくるさ、このお姫様二人がさ、やっぱ、こんな子だったらね、まあ、最高だったんだけどね。こんな子だったらね、こんな子が2人で出てきたら、見たね。見たし、まあ、抜けたかもしれないですね。はい。そんなことはどうでもいいんだけど、事務所にさ、リスナーさんから、なんか、届け物があってね、それちょっと開封しようかなと思って、でも、まあ、あげてあるんだけども。うん。あ、そう、これ。なんか、これ、なんか、著作権引っかかって嫌だから、ちょっとどかしとこうか。うん。はい。何が入ってんだろうね、これ。手紙かな。まさか、紙そりじゃないでしょ。おぉ！お？おぉ！何これ？ちょっとカメラ。うわぁ！おい！これ完全にマウント取られてんじゃん、これ。これ完全にマウント取られてるよ、これ。これ動いたら刺される感じだろ、これ。おぉ！うわ！やべえ。まあ、使う予定ないけど、今後。使うかもしんないからね。どうしよう。スマホはスマホ。あ、めっちゃ遠いとこにある。めっちゃ遠いとこにある。どうしよう。あ、泥棒が入ってきた時にね、戦うように、こんなの用意したんだけど、これで刺せるかな。一撃で倒せなかったらやばいからちょっとやめとこう。リスキーすぎるな、リスキーすぎるな。どうすかな。どうしよう。どうしよう。あ、そう、じゃあ瞬間的に勃起して、チンコで跳ね上げて、飛ばすっていう、じゃあちょっとエロい動画、エロい動画。ダメだ。ダメだ。三日ね、エロいのは三日ね、もう見すぎちゃって、エロい動画見すぎてなんかもう、立たねえや。ダメだ。ねえや。せっかくパソコン目の前にあるのに。どうしよう。どうしよう。あ、これでいい、これ。これで、これでもう自爆しよう。あ、ああ